すごい光景ですね。最初にいいですか、はい、でしょう、杉山さん、高橋さん、そうですよね。なんかいろいろテンパって、どっちがどっち、なんかこれは立ち位置変わるじゃないですか。それでは早速ですが、幕張メッセイベントホールを舞台にした人狼バトル、ついに始まります。戦っていただく皆様から一言ずつね、ご挨拶を頂戴したいと思います。では蒼井翔太さんから順番にお願いいたします。はい、皆さんこんにちは。大勢の方の前で人狼をやるのがすごく楽しみにやってきました。今日は一日よろしくお願いいたします。では江口さん。はい、皆さんこんにちは、江口武也です。今日は村人として狼をやっつけていきたいと思います。よろしくお願いします。ちょっと濡れてるよ、大丈夫？直前で染み取って乾かしたんですか、やめてください。ちょっとエグちゃん、そのカレー取れた、カレーカレーでやめてください。確かに食べましたけど、バターチキンカレーが落ちづらかったんで、よろしくお願いします。あ、もう戦いは始まってますね。さあ続いて木村さん、お願いします。はい、皆さんこんにちは。本当にここで人狼やるんですか。精一杯楽しみたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。さあ、菅沼さん、お願いいたします。はい、菅沼久志です。よろしくお願いします。先ほど始まる直前にですね、トイレに行こうと思ってトイレ行った時に、なんか緊張していて全く出なかったんですけど、今ちょっとずつしたくなってきました。行け、2時間頑張ります。よろしくお願いします。頑張って、これ早めに退場するフラグかもしれませんね。さあ続いて杉山さんですよ。はい、杉山のりえきです。皆さん今日はよろしくお願いいたします。続いて高橋さん。高橋の方です。どうもよろしくお願いします。僕がどんだけ汗かいてもそれは何か隠し持ってるからではありませんので、汗に関しては忘れてください。一回どうもよろしくお願いします。お願いいたします。さあ続いて豊永さん、お願いします。はい、イメージカラーはレッド。そうですよ、赤なんですけど、今日はなぜか木村良平の方が赤いんですよ。確かに今回レッドカードなんでしょ。レッドカード、レッドカード。これは今まであまたの人狼をほぐってきた怪物です。ほぐられないように気をつけます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ続いて野島健二さん、お願いします。はい、野島家の弟、野島健二さんです。どうも、いろんな人たち。うわ、いろんな人がいる。うわ、こんだけいろんな人を見ることはなかなかないので、とても楽しいです。ありがとうございます。来てくれて嬉しいです。ここ横浜、心に何も響かないけど大丈夫ですか。おかしいな、本当心の底から言ってるんだけどな。目いっぱいの表現力です。負け？あ、でも大事な話しないといけない。お兄さんから4日前にカレーを作って2日間かけて食べて、で昨日のイベントのケータリングがカレーで、今日のケータリングもカレーでした。よ、ありがとうございます。よろしくお願いします。よ、野島カレー。さあ続いて野島博文さん、お願いします。はーい、野島家の長男、野島博文です。ありがとうございました。これからですよ。恥ずかしながらこの自由な弟の兄です。こんな緩い感じですが、最大のライバルはこいつです。今日はよろしくお願いします。お願いいたします。さあ続いて畑野渉さん、お願いします。皆さんこんにちは。こんにちは、畑野渉です。何の因果か呼ばれてしまいました。精一杯頑張りたいと思います。よろしくお願いいたします。お願いいたします。さあ最後に水島貴弘さん、お願いします。はい、皆さんこんにちは、水島貴弘でーす。白ということで、白星なのか白旗なのかまだ分かりませんが、こんなにたくさんの人の前で人狼をやるってどういうのになるのか、すごい楽しみなんで、皆さんも楽しんでください。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。さあこのメンバーが揃うのは4月26日に販売されたね、 DVD 第4弾以来ということで、第4弾にはね、安本さんもいらっしゃったんですけども、今回は、ナレーション出演ということで、オープニング動画にも声がありましたね。さあさあ、皆さんどうですかこの光景。めちゃくちゃ良いですよね。
いや、すごい振っていただいてありがとうございます。ただ自分がどの色なのかわからないっていうね。ピンクと薄ピンクわかんねえよみたいなありますよね。その辺はあの後々しっかりと聞いていきますので大丈夫です。大丈夫です。はい、そうですね。そうだね。じゃあ薄い色の人がちょっと判別がつきにくいんだよね。そうなんですよ。でピンクとライトピンクとレッドがいるんですよね。紫もね。バイオレットもいるんです。どんどん濃くなっていく。なぜこんだけ似てる色がある中グリーンが誰もいないんだっけ。そうなんですよ。でも緑の方がね何人かいらっしゃるから ね、 ねグリーン入ってるのにね、全員死ねと思ってらっしゃるから。杉山さんが見るかな。僕あのなんか黄緑らしいんですよ。黄緑と緑なんか2色あるんですか。僕もよく分かってないですけど、黄緑と緑が あるみたいですね。あとはい、きなりがいますよね。きなりな、きなりいますね。黄色っぽい人いないですか。さあ黄色で皆さん自分の応援してる方々のね色を出してくれてますので、皆さんぜひとも生き残って長い間ステージの上に立てるように頑張っていただきたいと思います。さあということで今回も皆さんには人狼バトルで戦っていただきます。知力の限りを尽くしてください。お願いします。よろしくお願いします。それではここで人狼ゲームの基本ルールを確認したいと思うんですが、今回の人狼バトルライズ&ザ・トゥルースにもですね、今までの DVD 同様設定がございます。なんと今回はルール説明と合わせまして、こちらにいらっしゃいます皆様による朗読ドラマでお届けしたいと思います。皆様ご準備をお願いいたします。